はい、皆さんこんにちは。鉄腸チャンネルへようこそ。スティーブ青島です。今日の動画では先日購入したこちら名鉄5300系、この先頭車両のボディマウント TN カプラー化をしてみたいと思います。ではスタート。鉄腸が始まるよ。はい、青島です。 YouTube で鉄道模型に関する動画をアップロードしています。このチャンネル初めて見る方、もし見えましたらチャンネル登録していただけるとすごく嬉しいです。はい、ということで今日はこちらの、グリーンマックスから発売された名鉄5300系4両編成、こちらの先頭車両の TN カプラー化をしていきたいと思います。これ以前5700系でも同じような動画を出してます。もしまだ見てない方見えましたら、上のカードと下の概要欄にリンクを貼っておきますので、もしよろしければご覧ください。ということで、以前にも動画出してますので特別新しい情報というわけではありませんが、今回新しく車両を購入しましたので、また作業を進めていきたいというふうに思っております。はい、では早速使う材料をご紹介していきたいと思います。僕の場合は、おなじみのこちらを使います。トミックスの、電連付き三つ自連 TN カプラー JC0380。 名鉄ファンの方にはおなじみのカプラーですが、こちらを使っていきます。ただ、これだけですと実はちょっと付けられないんですね。床板の幅がちょっと違いますので、直接取り付けることができませんので、その場合はこちらを使います。トミックスの0375、これの TN カプラーの中身をこちらの JC0380 と交換して、でこれを5300系のボディに取り付ける、そういった作業になります。では作業開始。はい、作業自体はそんなに難しい作業ではないんですけれども、細かい作業があるので、慎重に行っていきたいと思います。いつもの通りではボディを外します。はい、次にダミーカプラー、ダミーカプラーがついてます。このようにね、ボディマウント、このように TN カプラーをつけるような、溝のところにこのようにマウントされておりますので、これを外します。はい、外しました。これはもう使わないのでしまっておきます。はい、ここに JC03 をまず出しましょう。はい、これが JC0380 です。名鉄のパノラマカー白帯車の先頭についているのと同じものですが、この電連がついている三つ自連 TN カプラということで、名鉄の車両を TN 化するには非常に便利な商品です。ただこれこのまま取り付けるとっていうかつかないんですよね。幅がね、ご覧の通りトミックスのパノラマカーの車体の幅に合わせた作りになってるんで、せっかく溝が切ってあるんですけどこのままではつきません。なのでこちら0375、これを使うわけなんですけど、これですね。これは電連のついてない三つ自連型 TN カプラーですので、例えば電連にこだわらなければこの0375を直接ここに取り付けてしまっても問題はないですね。これでボディマウント TN 化できます。最初に言わなきゃいけない、5700系や5300系はスカートがありませんので、このようにポン付けをしてしまえば TN 化簡単にすることができます。
それ以外、まあ、それ以外というか名鉄のスカートがついているグリーンマックスの車両はここにスカートがつきますので若干の加工が必要になりますけど、5300系はスカートがないので、まあ、このようにボディマウント TN 化を比較的簡単にすることができるんですが、まあこのままこれでも全然機能的には問題ありません、これお互い先頭車両これにすれば、ボディマウント TN 化できます。ただ見た目をこだわりたい方はこの GC0380 と、こっちの0375の中身を入れ替える必要があります。でせっかくですので、僕はちょっと中身を入れ替えて作業を行いたいと思います。一回外します。はい、では作業を行ってきます。細かいバネや部品が入ってます。取り扱いを間違えるとそういったバネが飛んでっちゃったりしてね、1個損しちゃったりしますので、なるべく、まあ、こういうのはなくさないように作業していきたいと思います。まず0375から分解していきましょうか。0375はここに指を入れてちょっと持ち上げてあげればこのように外れます。で中にカプラーと台が入ってますんで、これ一回このように置いときます。次0380もここに爪が止まってるので、この爪を少しこじってあげるように引っ張ると、はい、蓋とボディと、はい、取りました。ここでこのカプラー同士を交換してあげます。はい、それではカプラー同士を交換します。こっちとこっちですね、バネも一緒に。でこれを電連付きをこちらに組み込んでいきます。今バネが外れてしまいましたので、このバネをね、もう一度戻して、こんな状態で戻して、で元の状態に戻していきます。まあ、非常に細かい作業になるので、もうめんどくさいなって思う方はもうそのまま0375をつけた方が早いです。撮影するのも難しいぐらい細かいので、よいしょ、この状態で蓋をします。0375の方に電連付きのカプラーを取り付けれました。じゃあね、反対側これはまあ使わないんですけど、せっかくですから、まあ、一応このまま組み立てて元に戻しといてあげましょう。まあ、なんかの部品取りに使えますのでね。はい、一応元に戻しておきました。まあ、これは使わないのでしまっておきます。はい、ここまでできたら簡単です。作業はさっきと一緒ですね。ダミーカプラーを外した床板に、中身を交換した0375のボディマウントTNカプラをカチッとはめてあげるだけです。はい、これでボディに取り付けました。ではボディを戻して、いかがでしょうか。これでボディマウント TN 化完了です。はい、いかがでしたでしょうか。僕ちょっとね、指先が不器用なのと目がやっぱりちょっと見にくくなってきちゃったっていうのがありまして、作業するのに少し手間取りましたけど、これまあ普段からやってる人だとね、慣れちゃえばね、そんなに難しくはない作業です。このようにボディマウント TN 化することができます。まあ、この JC0380 のこの TN カプラーが、パノラマカー用に作られているということで、まあ、気持ち長いっていうのはあるんですよね。こう見た目がね、これだけでもちょっと長いなって感じしますし、これ連結させると、まあ、TN カプラーの割には
連結感覚もちょっと長くなっちゃって見た目もあまりどうかなっていうご意見もあります。まあ、短くというかもう少し後ろにつけるという方法もあるんでしょうが、まあ、僕は、まあ、どっちかっていうとその見た目よりも名鉄特有のね、違った形式同士の連結、違った形式同士じゃないな、違った形式の連結を楽しむのに、スイングドローバーを使うよりかは、ボディマウント TN カップラーを使った方が、手軽に遊べると思いましたので、まあこのまま、まあ長さはちょっと長いですけどね、こちらの方法を採用しております。はい、いかがでしたでしょうか。最後までご覧いただきましてありがとうございました。今日は名鉄5300系の先頭車両をボディマウント TN 化する動画をお届けいたしました。最後までご覧いただきましてありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。それでは。